皆さんこんにちは。こんにちは。ついにボクシーの紹介ができる日が来ました。ちょっと急にね雪が降ってきたのでめっちゃ凍っちゃってるんですよいち早くお届けしたいということで無理やりにでも撮影していきます、はい、じゃあ軽くボクシーの紹介から、はい、このボクシーのグレードは SZ、はい、となっています。で今回グレード展開が SZ と SG の2パターンですね、うん、の2パターンですね、はいはい、でこちらの SZ 新車価格が339万円と、はい、でちなみにもう1個の SG に関しては309万円、うん、なんでボクシーを買うときは309万円からという形になります、うん、はい。ノアの方がちょっと安い。ノアはそもそもグレード展開が5つあってもうちょっと、うん、低い値段から買うことができるんで、まあ、そういう意味でもノアはファミリー層向け、ボクシーはちょっと高級路線というか、うん、まあ、昔でいう本当にもうそのきらめきシリーズだけを残したよぐらいの感覚と思ったらいいかな、うん、はい、はい、なのでまあニーズは2台とも違うかなと、うん、では全体から見ていきたいと思います。はい、ではまず寸法から、うん、全長が4695、うん、全幅が1730で、前後が1895、うん、で、まあ、分かる方はもう分かると思うんですけども、全グレード共通で3ナンバー、うん、前のボクシーやと5ナンバーもあったのかな？もうありましたね。うん、ただ、この前後っていうのが、上についてるシャークフィンを、プラスアルファされた数値、うんうん。あ、そこもボディに含むと。はい。はい、になってるんで、実際の天井高は、まあ、マイナス50ミリぐらいで考えてもらうのがいいかなと思います。うんうん、はい。じゃあ、フロントから見ていきたいと思います。はい。まあ、まずこうやって見てだいぶ印象が変わりましたよね、うん、寸法以上に大きく見えますね。大きく見えるね、うん、で、まあ、これ他社さんの出していいんか分からへんけど、うん、前のステップワゴンを思わせる感じのなんかね低重心にすごい感じさせるというか、うん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 、トヨタロゴの位置もね結構下に下がってるから、うんうんうん、そういう意味でも低重心はじゃあ、ね、あるかもしれないですね、うん、ライト類はい、なんですけど、これがヘッドライトじゃないんですよね。うん、ヘッドライトは実はこっちと、そうこっちグリルの中にあるっていう、うん、なかなか大胆なね、この形状はなかなか面白い、うん、まあ、こっちはデイライト兼自転車のウィンカーとなっています、うんうんうん、はい、これは攻めたね、うん、じゃあね、でちなみに一番下光るようになってて、ここはい5つ、アクセサリーランプと、そうだ、ここが、まあ、ホグの役割やと、うん、正直5つホグがあると車検対応ではないです。あ、そうなんですか。そう、基本的には1個、なるほど、いうことでホグよりも光量はだいぶ抑えめのライトになっていると、はい、まあ、文字通りアクセサリー、うん、そうやね、うん、でもかっこいいけどね、うん、めっちゃかっこいい、うん、でさらに今回紹介しているこの車にはモデリストがついているとついています。はい、これモデリストつけたらさらにちょっとねいかつくなるねじゃあ次最後にはい、行きたいと思います、はい、まず三角窓を見てほしいんですよ。前期型こここんなに大きくなくて、これは外から見た時の、まあ、スタイリッシュさっていうのも兼ねてるし、中からの視認性もだいぶ上がってると、まあ、両方考えられたデザインになっています。本当に広くなったね。あ、でこれもモデリスタ、これもモデリスタ、うん、全体にこのメッキが多く使われてますね。使われてるね。先日あのステップワゴン新型が発表されたんですけど、うんうんうん、まあ、それと比較させてもらって、うん、ステップワゴンってもうちょっとここが上なんですよ、うん、窓が小さめに設計されてて丸みがあるっていう印象を全面的に出したデザインなんですけど、こっちは窓を大きく取って尻上がりでこうグッて上がるデザインになってるんですよ、うん、だから結構スポーティースタイリッシュ、そういうのを全面的に出したので対照的かなと思います。はい、205-5517のタイヤを装着しています、はい、では続いてリアを行きましょう。なるほど、個人的になんですけど、うん、なんか窓すごい大きくなったなって思うんですよ。横長なんか後ろはほんまに変わったね。フロントっていかつくなりはしたけど、うん、ちょっと前のデザインは残してた部分もあったと思うんだけど、なんやろ、丸くなったというか、うん、え、前のボクシーってテールライトがめっちゃ縦長なんでしたっけ。縦長やったっけ。あ、縦長やった、縦長やった、縦長でしたよね、確か、うん、ここやったね。あ、そう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 、うん、あ、だからその分窓が大きく見えるんじゃない。あ、そういうことか、うん、そうで、テールライトはもうここに一作、あ、で、ブラックアウトされてんのかな、これ。うん、ちょっとね、うん、模様も入ってるし、で、実はこの中間のバーも光るようになってると、なっています。はい、まあ、おそらくこれもモデルスターかな、うん、そう、で、今回ゲートのボタン、一応そう、そこの下にもあるんですけど、うん、両サイドのこの位置にボタンをつけたと。はい、はい、これ
便利やね、うん、この横にあるのはね、すごい便利やと思う、うん、で実はこれどの位置でも止めることができると、はい、結構細かいですね。ね、だから長押ししたら、まあ、閉まる、うん、開ける、で一回ピッて押すと止まる、はい、はい、多分ミニバン乗ってる人は経験したことあると思うんですけど、後ろが壁があって挟まれるとかあるね。そう、あと開けた時にすごい下がらなあかんとか、うん、そういうのがあると思うんですよ、うん、いい機能、ミニバンの進化やね、はい、うん、これぜひ他の車種にも取り入れてほしいですね。どんどん入っていくんちゃうかな。うん、でモデリスタか、そうですね、下もついてますね。じゃあこのままトランクルーム見ましょうか。はい、7人乗り、そうですね、はい、で、まあ、座席を全部下ろした状態で、まあ、こんだけの荷室と、うん、なんか広くなった気がする、気がしますあ、床下めっちゃ広い。うまいね。スペアタイヤとかつけたらここにつくのかな。それよりも下にはつけれへんからここやのね。うん、こんだけあったら十分ですね。うん、ちょっとほんで跳ね上げが変わってる。うん、跳ね上げたらそのまんまやるともうここで止まってくれると、すごい楽、うん、でここちょっとここ見て、ここ今までよりも出っ張りが薄い。ほんまや、うん、めっちゃ面になってる。まあその分もしかしたら座席は薄く、うん、ってるかもしれないですね。まあ見る限りちょっとこの座面は薄いかなとは思うから、確かに結構欠点やった荷室の使い勝手っていうのは良くなってるんじゃないかなと、うん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 、思います。片手でできるのはめっちゃいいですよね、うん、楽やね、うん、だいぶ。あ、そうで、うん、その広く見えるのにはちゃんと理由があって、うん、この C ピラーと C ピラーの間のこの幅っていうのが前よりも広くなったらしいんですよ、うん、あれかな、ライトがやっぱこっちになった加減もあるのかな、うん、でまあ立てた状態だと荷室がこんな感じ、うん、十分やね。まあでもミニバンやし、どっちかっていうと人が乗るのが多いかも。まあでもその切り替えもこんだけ楽やったらね、全然いいとは思います、うん、はい、はい、ちょっと早くしましょう、雪が積もりますでちょっとまず助手席側の後席開けてみて、はい、はい、これサイドステップが出てきます、うん、はい、でこれなんとオプション価格が33,000円、安い、めちゃめちゃ安いんですね。これは絶対便利よね、うん、つけるべき、はい、はい、まあ普通のサイドステップってモーターで出てくるんだけど、これそのからくり式で出てくるようになってるんで、うん、まあ、モーター分の値段が安くなったということです、うん、で閉めるともちろん自動的に閉まってくれると、はい、まあこれは助手席側だけだけ、はい、両側あったらよかったんですけどね。ね、オプションでも両側とかでつけれたらいいよね。そうなんですよね、うん、はい、ではインテリアを見ていきます、はい、じゃあまずドア内側から見ていきます、はい、上部までソフトポットに乗ってて、うん、革が使われてます、はい、でメッキラインと青のステッチ、結構質感高いですよね。ね、高いね、うん、あ、そう、このドリンクホルダーの位置なんですけど、うん、使いやすさを重視っていうことで今回上段に持ってきたと、うん、これは絶対使いやすいね、うん、上にあった方が、うん、でシートは合皮とパブリックの、はい、コンビネーションシートと、はい、やっています。なんか今回ところどころに柄を入れてるね。うんうんうん、やっぱ値段相応っていうか、いや相応じゃないな、値段以上に見えますね、うんうん、あ、めっちゃ静か。まずドリンクホルダーの形、うん、エアコンの吹き出し口と一体型になるようなメッキがつながってるデザインになっています、うん、はい、でハンドルはカー巻き、うん、サーモンスモーク、はい、あー、でステッこっちももうずっとここ続いてるよね、うん、入ってるんよ。じゃあメーターを見ていきたいのでエンジンかけます。はい、端にタコメーターがあって、で中央がディスプレイと、うん、このディスプレイ大きいね。うん、大きい、めっちゃ見やすい、うん、しかもデジタル式の、まあ、タコメーター、うんうんうん、になると。でこれナビが大きいのはもちろんなんですよ、確かこれ 10インチかな、うん、なんですけど、画質がすごい良くなった気がする。今までのディスプレイオーディオって、
ちょっとこうつけましたよみたいな。あ、そう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 、感じが、枠がね、そうそうそう、あったんやけど、今回ちょっとそれを感じさせない立体感というかは生まれてるかな、うん、結構枠キワキワまで、うん、ちゃんとね、うん、これいいな。でその下、うん、エアコンの操作類が、うん、シートヒーターがついてます。高いとローの2段切り替えが左右できますね、うん、エアコンもデュアルになってます、うん、まあ、物理ボタンなのは正直僕はありがたいかなと。そのタッチセンサー式のやつが出てきてはいるんやけど、こういうボタンの方が使い勝手はいいのかなと思います、うん、はい。あ、ハンドルもあるね。どんどん良くなっていきますね、うん、本当に。これ多分自動で止めてくれる、パーキング入れてくれるやつ、この間ちょうどボクシングこれを試してる動画を見たんやけど、うん、すっごい速いんですよ、うん、まあ、今後多分搭載車どんどん増えていくやろうから、うんうんうん、駐車が苦手な人とかもね、うん、全然安心してもらえる車になってくるんじゃないかなと思います、うん、はい。電動パーキングもブレーキホールドもついてます、うん、シフトノブはストレートタイプですね。でドライブでマニュアルモードもついてると、うん、これね、助手席ここすごい、あ、ほんまや、奥行きがめっちゃある。そう、これ便利ですね。これ便利なん、全然使おうって思ったけど、ほらだってファミリーカーなわけじゃないですか、うん、で、なんか小袋、あんまり良くないかもしれへんけど、うん、小袋のお菓子とかここ入ったらつまみながら、そうやね、そういう使い方ができそう、はい、はい、ティッシュ1個分ぐらいのスペースが、うん、で、まあもちろんここね、うんうんうん、はい、で開けると、あ、奥にタイプ C があるんですよ、うん、あと USB と、 USB と、あ、だから束ねた線とかはもう奥にしといて、ここにピッて出しといたら、うんうん、なんかかさばって見えへんとか、そうやね、そういうこともできますね。スマホも置けるんじゃない。あ、いい感じ、うん、でこっから充電もできると、うん、ここに HDMI があるんで、うん、携帯とか、あ、そう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 、つなげるようになってんのかな。お前ちょうどいい位置ですね、うんうん、こう、あ、いいなこれ、うん、でその下にシガーソケットもついてると、うん、ここにもコモメールがついています。はい、で中央にセンターコンソールがあって、うん、まあ、蓋なしの小物入れスペース、ゴミ箱とか良さそうやね。あ、そうですね、袋入れてね。ここには結構奥行きのある収納スペースがあります。はい、使わなもなし、あ、何もなしです、ね、うん、あ、まあまあ、こっちにいっぱいついてるから、うんうんうん、まあ、ここの素材だけちょっとこうハードプラー抜き出しっていう感じなんで、うん、まあ、気になる人はいるかもしれないですね、うん、で肘置きも、あ、運転席と助手席両方ついてます。はい、デジタルインナーミラーね。あ、ほんまや、はい、まあまあ、もうこれはねファミリーカーには必須と言っても過言じゃないかもしれないです、うん、でここで後席のドアとリアゲートとか操作できると、うんうん、はい、はい、両方ライト付きですね、うん、はい、じゃあ後席、はい、紹介していきます。はい、めっちゃねやっぱりミニバンやからね、うん、足元スペースは広い、もう拳で表せへんぐらい、そうやね、間空いてますね、うん、でもちろん足も中入れれるし、うんうんうん、うん、あ、いいな。あ、で上に後席用のエアコン、あ、シートヒーターもついてる、ついてる、へえ、すごいな、うん、正直僕後席にそのシートヒーターがついてるってミニバンやったらアルファードクラスじゃないともうないんかと思ってたけど、全然そんなことないんですね。ね、ついてきたね、うん、あ、でそれサンシェードもついてます。でこれオットマンもついています。うん、うん、楽、楽やね、うん、でこっちにタイプ C の電源がありますね、うんうんうん、まあ、ドリンクホルダー、まあ、この扉の方にもね、お前あるんや、あるけどね、うんうんうん、一応こっちにも2つあると、うん、そうで今回というか、前のボクシーって座席をこう長く動かすために一回内側に座席入れて下げるっていうのがあったじゃないですか、うんうん、で今回内側に入れなくても後ろまで下げることができると、うん、めちゃめちゃ下げてもこの間通って3列目行ってもらえるっていう風になったんですよね、うん、ね、普段から6人とか7人乗る人にとってはいい機能じゃないかなと思います。なんで実際これ一番後ろまで下げたら足伸ばしても当たらへんっていう、うん、向こうに、もう一個3列目のシートに、あー、当たらへん、ほんまや、干渉してない、そう、前は当たってこれ以上下げれへんみたいなのがあったんやけど、うんうんうん、
それがなくなってる。で背もたれもそこまで倒せへんかったんやけど、うんうんうん、これはまあ絶対倒すことないかもしれへんけど、うんまあ、ここまでね、ああすごい当たらずに下げることができるようになってると、素晴らしい。うんうん、えでもこのボクシーってここまで改良されてんのって何年、 10年ぶりぐらい、ね、フルモデルチェンジは8年ぶりですね。8年ぶりか、うん、8年ぶりにこんだけ改善されてるっていう、うん、もうミニバン乗ってる人からしたらずっと思ってはったなと思う。いやそんまにそうやと思います、うん、だから今回ノアが出てボクシーが出てステップワゴンって言ってめちゃめちゃ競争率が上がってるんじゃないかなと、うんうん、思いますね、うん。まあ、SUV 人気の中でこのミニバンがどこまで食い込めるかはね、うんうんうん、はい、お楽しみやけどね。ちょっと全然後席と違う話したけどじゃあ3列目も座ってみましょうか。はい、どうですか、薄いって言ってたけど、うん、足元はやっぱり直角になるというか、あ隙間ができちゃう、隙間はできちゃうんやけど、でも背もたれは倒せるから、あほんま結構余裕ありますね、後ろ、うん、ヘッドレストも上げれるし、うんうん、まあ、ああゆとりはあるかな。膝前は、膝前は大丈夫、1個以上空いてる。でも足は中に入れれない、ちょっと窮屈はもちろんあるけど、うーん改善されてると思う。うんうんうん、うん、まあ確かに大人でここまで座れるんやったら全然問題なさそうですよね、うんうん。まあドリンクホルダーはいあって、でちゃんと3列目のシートも素材が一緒、素材は一緒、うん、うん、その辺はしっかりしてるかなと、うん、だから本当にアルファードって、うん、もちろん上質やけど、うん、3列目はやっぱり3列目なんやけど、うんうん、ボクシーとかの方が正直3列目を使う人が多いと思うから、その、はい、ファミリーカーやし、うん、そういう意味では快適に使ってもらいやすくなってるんじゃないかなって思います。はい、はい、というわけで新型ボクシーの紹介をしていきました、うん、はい、ちょっと雪が撮ってる間にこんなことになってしまったんですけど、まあね、さっきも言ったんですけど3台のミニバンがほぼ同時期に発売されたっていうことで激化していく未来しか見えないんですけど、ね、まあ、僕が思うのはその3台それぞれ向いてる方向が違うと思うので個々のニーズに合わせてお買い求めしていただくのがいいのかなと思います。そんな中で今回ボクシーを紹介させてもらったんで、これは結構高級感とかいかつさかっこよさみたいなところを重視した車だったんで、まあ、そういうところを好まれる方はいいんじゃないのかなと思います。あのボクシー好きな方って次もボクシー次もボクシー方って結構いるんやけど、その中でもこの今回のボクシーは本当に数段良くなってる、機能性とか安全性とかは格段に良くなってるから、うん、あのぜひチェックしてもらいたいと思います。はい、はい、というわけで、はい、以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。